部門で製造されたステーションワゴンである。ノマドは1955から57年型の2ドアの形が最も知られており、ショールームに人を呼び寄せる車として捉えられていた。第一世代当時のステーションワゴンとの違いは、標準的なステーションワゴンよりもハードトップを思わせる、そのユニークなスタイリングにある。シボレーは同じく GM 参加のポンティアックサファリーとボディを共用した。 ノマドのユニークなデザインルーツは同じ名前で GM モトラマショーに出展されたシボレーベースの車に由来する。そのコンセプトは1954年のショーでドリームカーとして紹介するに足りるものであるというものであった。GM は人気のあったシボレーベルエアーに結びつけてより多くのモデルの車を販売したい考えであったためノマドのデザインが 標準モデルとして展開することが可能かどうかが実際に生産に移すかどうかの鍵であった。実際、そのデザインは画期的であると考えたため、GM は販売が定調になった1957年の終わりまでオリジナルモデルの生産を続けた。1958年、シボレーはノマドを最上級の4ドアステーションワゴンとして位置づけた。 シボレーは1961年に通常のセダンモデルを採用するまでノマドの製造を続けた。1968年になってノマドはシボレーシェベルシリーズの中型ステーションワゴンとして再び登場した。また、1970年代後半、1980年代前半にシボレーのフルサイズ版として再び登場する。ありがとうございます。